月曜日からマスク着用は自己判断となり迷っている方も多いのではないでしょうかマスクはいつつければいいのか福岡県医師会の見解です福岡県医師会の堤副会長は昨日の会見でこれまではいつマスクを外せばいいのかと考えてきたがこれからはどんな時にはマスクをつけるのかと視点を変えればいいと述べましたご自身の重症化を 防ぐ着用した方がことで重症化しやすい方を守るというこの2つの役目があります国の指針ではラッシュの電車やバス混雑する場所医療機関や高齢者施設などではマスクをつけることを勧めています福岡県医師会ではマスクは感染症の予防には一定の効果があるとし また、新型コロナの感染力には変わりがないことを認識してほしいと呼びかけました。